はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数 A の方べきの定理丸2をお送りします。で、前回からね、方べきの定理始まりまして、これで2本目と。で、今回は1問のみやっていきますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって厳しいと思う方は、今からね、自分の方が解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。まあ、じゃあ早速ね、まずこの問題、まずっていうかこの問題ね、取り掛かっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まず、方べきの定理って何って思う方は、一本前の動画を見てみてください。そこでね、ポイントも説明してますんで。で、今回は、まあ、円があって、ポイントは半径が R です。で、まずこれね、ちょっと押さえておいて、で、その ABCD、ね、内接してる ABCD において、辺 BC がこの円の直径なんだそうです。ここね。これ直径。で、こいつがね、いい仕事します。まあ、大事なとこなんですけど。で、対角線 AC、BD の交点が E です。で、E から BC に向かって垂線を下ろすと言ってるので、ここが90度になります。で、その時に BF 対 AC が M 対 N ってなってる。じゃあ、書いておこうか。比だね。比なので、ここが M。比なんで丸つけておきましょう。で、よいしょ。こっちが N。で、その時に BE かける。BD っていうのを、その見て出てきた文字だね。R と M と N を用いて表そうっていうタイプの問題です。で、ここをまあ、方べきの定理でタイトルについちゃってるんでね、まあ、方べき使うんだろうなとは思うんですけど、これ普通に考えていくと、どこで方べき使いたくなるかって、AC と BD の交点が E ができてるんで、この E が主役、まあ前回のね、動画見てくれてる方は、その交点が主役だからさ、そこで考えると、EA かける EC イコール EB かける ED になるんです。ね、使いたくなる。でも、それで言っちゃうとね、これ出てこないんだよ。BE かける BD が。だから、それで使ってもここにたどり着けないので、どうしようみたいな。一瞬止まるんですよね。で、どう考えるかっていうと、さっき言った BC が直径っていう。ここがポイントです。で、何がポイントかっていうと、こいつ直径なんだよね。で、三角形、例えば BCD、ここ見てください。BCD。この三角形、円に内接してます。しかも、一辺が直径なんです。ってことは何が起こるって。ここ90度なんだよね。で、もう一個。三角形 ABC。こっちも同じです。同様に考えれば、ここが90度になります。これは円周角の時にやりました。で、今回こっち側使わないんですけど、ここ。三角形じゃない、四角形 CDEF 見てください、ここ。これ、ここ90度です。対角のここも90度です。ってことは、対角足したら180度なんだよね。え、何が起こるって。この4つ。4箇所通る、ちょっと待ってね。ちょっと俺の絵がね、ひどいけど。円に内接してるんです。対角足したら180度なんで、四角形 CDEF はね。で、円に内接してるっていうことは、そこで方べきの定理が使える。で、どこの交点が主役かっていうと、伸ばした先 D、ピーって伸ばしたここと、ピーって伸ばしたここが主役になります。B がね。で、そこを、まあ、これ、徒長式今回書かされるパターンでやるので一応書きますけど、まず、円に内接してるよってことを書かなきゃいけないので、ここが90度っていうことを言えばいいから、書く、EFC か。イコール、ここね。で、あっち、各 CDE。これが、両方90度。なので、まあ、よりね、より、ちょっと待ってね。四角形、CDEF か。CDEF は、円に内接しますよ、と。で、これが言えたので、じゃあ方べきの定理使っていきましょうか、みたいな感じの流れです。よいしょ。で、方べきの定理より、主役は B です。こっから考えると、BE かける BD になりますね。つまり、BE かける BD イコール、次下です。BF かける BC なので、かける、で、これが成り立つと。で、
ここの部分見ると BE×BD 求めたかったこれがねちゃんと出てくるんだよね。じゃあもう純粋に BF と BC の長さ求めて掛け算したらいいじゃんって。でしかも BC の長さ分かってるんだよね。これ直径でしょ、半径 R って分かってるからもう BC に関しては 2R って分かる。半径2倍にすればいいからさ。じゃああと BF を求めたいと。でこれはちょっと右行っちゃうか、その後もう長くないんでね、この後。じゃあここで BF イコールほにゃららで、まあ、BC はねさっきの 2R って分かってるより、じゃあ答え最後書きましょうってところに持っていきたい。で BF なんです。でこれはですね、全体の長さが 2R です、 BC がね。で M 対 N に分かれているうちの M 分なんでね、 BF は。でこれは数学が得意だったり比のところが得意な方なんかはもうパッて分かったりする方もいらっしゃるんですけど、結構ねこれあんみたいな風に止まる子も多いので、あのね何個かやり方があるんですけど、まあ、自分が教えてった中で結構こう数学が苦手な子なんかがやりやすいって言ってくれたやつをちょっと紹介します。でどう考えるかっていうと、もう比例式、比の式でもう求めていく。でどうやるか、今 BF 求めたいでしょ。で BC が 2R って長さは分かってるので、まず BF 対 BC で考えていきます。でまず比で置いていくと、BF って、まあ、書いてあるけど、比はと M でしょ。で、BC の比っていくつって言われたら、こっちが M で、こっちが N だから、BC はもう当然足したものなんで、比で言えば M 足す N になります。で、あとこれ解いていくの。で、その時に大事なのが、BC の長さは 2R って分かってるんで、ここ 2R に置き換えてしまう。こうやって。で、あとは、中、中、外、外を掛け算すればいい。で、今、まあ、外、外から掛け算すると、カッコ M たす N に BF をかける。イコール、ここかけると 2MR となります。で、両辺 M たす N で割ればいいから BF イコール M たす N 分の 2MR となるので、つまりここがこうなる。M たす N 分の 2MR です。もちろん、これは書かなくていいからね。あの、端っことかでやってもらえば構わないんですけど、まあ、こうなります。で、BF と BC ね、両方出すことができたので、最後、結論、答えか。BE×BD は、この2つをかけたものなので、M 足す N 分の、4MR2 乗か。これで終了となります。なので、まあ、最初にね、ここの内接ね、円に内接するっていうところが気づけるかどうかが大事です。で、個人的には、まあ、円の中で直径ってわざわざ言ってくれてるときは、結構円周角のこの90度とか使います。そう。もちろん使わないときもありますけど、その直径っていうキーワードが出てきたときに、あ、どっか90度あるんじゃないっていうのをちょっと頭で思い浮かべてくれると、なんかの問題ね、出会ったときに突破口の一つにはなるかなと思いますので、ぜひね、参考にしてみてください。では、今回は高校数学数 A の方べきの定理丸2をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回丸3まだ取るつもりなので、もしよかったらね、そっちの方も見てみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。